プラスデート。遅くなっちゃって。いいえ、全然待ってないです。本当です、本当。待たせちゃったみたいね。ごめんね。気にしないでくださいよ。ミキさん、急いで来てくれたんでしょ？ちょっと汗かいてますよ。遅れそうだから、ちょっとね。今日も暑いんだから、そんなに急がなくてもよかったのに。遅れそうってのもあったんだけど、ミキちゃんに早く会いたかったの。そう言われたら私すごい嬉しくなっちゃいますさ、お昼食べに行きましょう。あ、はい。どっかお店に入りましょう。涼しいですし。ですね、私クーポン冊子持ってきたんですよ。ちゃんとお店もチェックして。どうしたの？あれ、ちゃんと入れてきたと思ったのに。あれ、せっかく下調べしてきたのに。お得クーポンもついてきたの。そんなに落ち込まないで。はい。せっかくかわいいお店見つけたのに。お店の名前わかる？場所とかは？忘れちゃいました。全部そのクーポン紙に載ってたんです。そう。私はどこでもいいからね。ほら、そこのハンバーガーでいいわよね。はあ、せっかくミキさんとデートなのに、お昼がファーストフードって。気にしなくていいのよ。マキちゃんはハンバーガーが好き？結構好きです。それじゃあいいわよね。ほら、行きましょう。はい。ちょっと失敗しちゃったけど、気を取り直さなきゃ。せっかくのデートなんだし。学校の外でミキさんとデート、なんかいつもと違う感じ。学校の中じゃないってだけで、なんだかミキさんが違って見える感じ。ハンバーガー一つ、あとサラダを。ミキさん全然注文迷わないんだ。私なんかどれにしようかとか、いくつ食べようかとか結構迷っちゃうのに。大人っぽいな、やっぱ。あとコーラ M サイズで。あ、でもコーラとか飲むんだ。紅茶かウーロン茶かと思った。それじゃあこっちのセットの方で。でもおすすめされちゃうと断れないんだ。それじゃあ、その LL セットを。あ、ミキさん LL セット食べられるんですか？なんとか無理そうですよね。あ、ごめんなさい、 LL セットはなしで。マキちゃんだって、残したらお金もポテトももったいないですよ。そうね。あ、私はチーズダブルのセットで、飲み物はジンジャーエールで。あと LL セットにしてください。すごい、マキちゃんは食べれちゃうのね。笑われた。はい、自分の食欲が恥ずかしい。昨日お花世話してきましたよ。綺麗に咲いてるのもありましたよね。ええ、今日私もちょっと見てきたわ。ありがとう、マキちゃんに頼んでよかったわ。そんな
先輩、今日学校に寄ってきたんですか？ええ、ちょっとね。それで制服なんですか？もともと予備校の夏期講習は現役生は制服なのよ。学校にはちょっと用があっただけなの。もしかしてまた誰かから何か頼まれたんですか？それでちょっと遅れたんですか？ちょっとね。本当にごめんね、遅刻しちゃって。それはいいんですけど、もう何か仕事があったなら私も呼んでくれればお手伝いしたのに。大したことじゃなかったのよ。それにマキちゃん私服だから学校に入れないでしょ。そうですけど。可愛いわね、そのブラウス。ヒロットもマキちゃんらしくてとっても似合ってるわ。そんなことないですよ。夏らしい感じがするわ。髪も今日はシニアにしてきたのね。頑張っちゃいました。ミキさんとデートだから。ありがとう。私服のマキちゃんって初めて見るからとても新鮮。私は私服のミキさんも見たかったです。ごめんね。謝らないでくださいよ。ミキさん夏期講習なのに私のわがままに付き合ってくれたんですから。わがままってそんなことないわ。私もマキちゃんに会いたかったもの。そうだミキさん、一個お願いしていいですか？何？今度一緒に服を買いに行きませんか？私ミキさんの服選んでみたいです。服？はい、見て回るだけでもいいです。できれば講習のない日に。そうね、再来週なら講習も終わってるから大丈夫かも。本当ですか？都合のいい日教えてね。私はいつでも。嬉しい。どうしようかな。ミキさん結構スタイルいいからキャミとか絶対似合いますよ。キャミとかってあまり着たことないから似合うかどうかは。持ってるんですか？一応ね。じゃあ次のデートの時はそれ着てきてくださいよ。その持ってるんだけど恥ずかしくてあまり着たことないの。だから慣れてなくて。あんなの慣れです。私も着てきますから。ダメですか？分かったわ。やったー。何色のですか？合わせてきちゃいます。私確か黒のと薄いグリーンのと。黒！大人っぽくて素敵です。やったー、嬉しい。今日デートできただけでも嬉しいのに、次のデートの約束までできちゃうなんて。それに一緒に服選びまでできそう。そんなことできるなんて思ってもみなかった。リキさんの服見てあげられるなんて。幸せ。ミキさん大好き。私ミキさんのためなら何でもできちゃいそう。お店いっぱい調べておきますね。秋物も見て回りましょうね。楽しみね。